ってらっしゃい。今日はキキの誕生日です。はい、はい、めっちゃハゲてね。ちょっと生え癖がね。大丈夫、ハゲてはない。キキとパパは虫舎に行ったので、はい、私とネネとゴーで誕生日の準備をしていきます。イエーイ。おい、ミスターゴー。今日はカップケーキを作るのと飾り付けをやります。レッツゴー。わー、はい、次ホットケーキミックス入れてください。はい、ありがとう。はい、今日は絶対こぼさない。はーちゃん終わった。ちょっと待って、牛乳入れた。いい感じに、あの、愛情で混ぜれてます。頭上を注意、頭上注意、もしも寝てる時時計が落ちてきたら何の対象。ゴムメダカル。大正解。私がハマっている YouTuber です。ぜひ見て。ばあちゃん、ゴーになるよ。キラキラキラー、キラ。お、復活。帰ってきた、ゴーが帰ってきた。5年ぶりに試合。ねえ見て、しょんべん。ねえ見てたよ。ねえ見てた、しょんべん。やばい、血圧高いかもね、正面堂々だから。あとラーメンの汁飲みすぎ注意しましょう。これぐらい早く回せる。おれー、ネネがやろうか、ゴー。ちょっと疲れちゃったの。うん、ちょっとじゃあ休もう。うん、おい、ここに着く。オーレンの、オーレンの、今頃風船持ってくるぜ。オーレンの、オフロは、今頃風船を持ってくるぜ。イエーイ。はい、どうなる。今回はキキのリクエストでオカルの定規を買いました。え、もうこれじゃありやく。かわいいね。これはどこで買ったんだっけ。キャンドゥ。キャンドゥだ、そうだ。キャンドゥ。キャンドゥ結構良かった。ここ機械でやる。ブイーンで。うん。短いか。機械でやる。はい。はい。はい、うわあ。飾り付け無事完了です。プルプルプル攻撃。いけ。おお、最後頑張れー。センス、ファイトファイト、いけいけー。ロンバティニャンバエヤンガ。おお、力強っ。オッケー。飯食ったらどこ行くの。飯じゃん。いいの入れていいの。何目当て。ゴライアスオーツの花巡り。あれもいいんだよ、シラフオーツの花巡りと、うん、王様あれオーツの花巡り。いいじゃん、花巡りがとりあえず今回目当てね。いいじゃん。で、いなかったら、うん、高いのにする。
どこつままれたの、クワガタ。あのさ、わざとさ、ギテがさ、あの角と角の間をさ、あのそうやってゼリー置くところにさ、ゼリー食べてほしいから、角と角の間で、あれ親指を入れたんだって、そのまま持ったから、グンって挟んだ。なんか前もこんにちは、これから虫舎に行きたいと思います。今日はね、花むぐりを欲しいんですよね。狙いなのは3つあります。ゴライアス大津の花むぐり、王様大津の花むぐり、シラフ大津の花むぐりです。そのどれかがあったら絶対買います。何の昆虫が好き？なんだろうな、テントウムシ。え、ちっちゃ一番可愛かったセミはニーニーゼミかな。あ、めっちゃちっちゃいね。初めて捕まえたよね、あれね、すごいよ。パパも初めて見たから。虫舎の狙いは、マジで花むぐり。花むぐり系、珍しい花むぐりか。おばあちゃんにあれが欲しいって言ってね、でも日本にはいないよって言われて、パパが最高なニュースを教えてくれた。でも虫舎にいた気がするって言ってくれたんだよね。だから今虫舎行ってんのよ。いやけどね、見た気がするんだよな。違うやつなのかな。でもね、一番かっこいいって思ったのはシラフオーズの花むぐりかな。あ、そうなんだ。柄がスパイダーマンみたいで。あ、そうなの。違うと思う。でもね、花むぐりがいたんだけどね、昨日ね、幼虫で描いてね、好きなんだけど、ゴキっぽくってやめといたんだよね。あれちょっとゴキっぽかったね、うん、はい、終わりました。今帰ってます。とんでもないでかいやつを買いましたよやばいね、だね。描いてみたい。うん、かっこよかった。あんだけでかくても全然うわってならないの。うんうん、でかければでかい方がいい。うん、やっぱ早く会社に見せたい。うん、メスどんぐらいの大きさか母ちゃん知らないだろうな。知らないでしょ。結構時間かけたね。キリ、お帰り。自動カブトだって。え、3つ隠されています。3つ隠され、では探してみてください。どうぞ。5回くらいで。どうぞ。正解、1つ目発見。ではこれは誕生日プレゼントなので置いていてください。はい誰正解です。では開けて。どうぞ。わー、好きだったやつだ。何？シール手帳です。シールもある。そう、あとは好きなシールを保管したい。シール貼って。どうぞ。おお、いくよ。メスから。さあ、どんなものを買ってきたのか。お、え、どこ？そこそこ。わあ、いたいた。いたいた、かわいい。これは何？ゾウカブトっていうの。うん、ギアスゾウカブト。これも買ってきたんだって。とんでもない甲虫。すごいね、初めて見たこんなの。あとは？これ何？サソリ！キーホルダー？いいじゃん。ちょうどかいな、これ。うおー！うおー！
以上にでかい。ヘラクレスより大きいね。メスがめっちゃでかいよね。これがゾウカブトのメスです。すごい。どっちともゼリー置いてあるの。オスも大きいの。超大きい。しかも重量がめっちゃありそう。わお、ちょっと重い。うわ、すごい。あれ、落ちちゃった。だから7月に羽化したばっかりさ、まだ動かないってこと。そう、寝てるってついただよね。メスはいつ生まれなの。一緒。あ、同じなんだ。ザラザラ。ツルツル。え、ツルツルなんだ。ツルザラ。うん、触ってみ。ビロードみたいな感じ。あ、ほんとだ。思ったよりツルツルしてる。うまそうな匂いかも。もう間もなくです。ハッピーバースデーとゆー、ハッピーバースデーとゆー、ハッピーバースデーリアキーケー。いいよ。ハッピーバースデーとゆー。おめでとう。ありがとう。こっちゴーで、そっちね。おいです、これ。スポンジ、うまっ。めっちゃうまい。でかいのつけたよ。おいしい。ゴーがやっぱでかいのつけるんだね。だってキキでかいの好きかなって思った。今日一日どうでしたか。楽しかった。楽しかった。楽しかったです。デニーズ美味しかった。美味しかったです。いつも見てくれてありがとう。7歳の目標をお願いします。柔術を頑張る。ではいつも皆様ありがとうございます。ありがとうございます。それではおやすみ。おやすみ。